東京都立のゆとりの動画です。今日紹介するのはこちら。SH フィギュアーツ、シン・ウルトラマンのメイフィラス星人でございます。いや、待ってましたよね。ウルトラアクションフィギュアもスルーしてアーツ待ちをしていたのって、ようやくメイフィラスのアーツが来てくれました。パッケージはもういつものシン・ウルトラマン系のものですけども、この背景メイフィラスの顔になってるのめっちゃいいよね。この手足の長い感じとか、ビームエフェクトだったりだとか、まあいろいろ付属品ついてくるのって、ブレイバリュー高そうですね。じゃあ開けていきましょう。 はい、鳥らしい太陽透明フィラス星人のフィギュアツでございますと、劇中の新人通りじゃないですか。もうこの手足の長い感じとかね。顔とかもかなりイメージ近いんじゃないでしょうかね。いいじゃんね。かなり良好なクオリティでございます。さすがアーツですね。ということで、細かいとこ見ていこう。はい、お顔はこんな感じでございます。どこが顔なのかよくわかんないですけども、おそらくこのブルーのラインがね、バイザーみたいな感じになってるんだと思いますけども、 いや、これめっちゃ塗装細かいっすね。で、イエローのところはクリアパーツ使用されておりまして、なんか、ブクブクみたいなね、造形も再現されております。で、このね、シルバーの、このよくわからない器官もね、再現されておりますし、塗装もめっちゃ綺麗ですね。耳もありますよと。いや、ほんとこの異形なね、存在のね、メフィラスの造形、立体化かなり細かいんじゃないでしょうかと。このとんがりのところもね、しっかり塗装されておりますよと。ちょっとね、やっぱり先端の部分とか、 塗装剥がりは注意したいねいいじゃん、いいじゃん。かなりメフィラスですわ。イメージ通りに、しかもクオリティ高く立体化してる。で、ボディはこのようになっておりまして、ちょっと中央がチャックみたいになってるのがね、面白いですよね。いやー、そして細いですね。エヴァンゲリオンみたいなね、細さをしておりますけども、この辺もイメージ通りかなと思います。そんなに色もないですからね。はい、腕はね、こんな感じで、ウルトラマンのように細長いメフィラスの手を再現しております。で、この手首パーツは、手のひら、 ヒがこういう感じになっておりますよとシルバーの塗装もされてるし赤いラインとかの塗装もしてるのでこの小ささでよく頑張ってますよね交換用の手首パーツこうまずはヒラ手が付属しておりましてしっかり塗装もされているよとで握り手首もあってこっちもしっかり塗装がされておりますよとで足このようになっておりますとすごいゴツゴツしてるんですよねそんなにでも尖ってるわけではないので痛くはないんですけども ちょっと足裏にグリグリしたら気持ち良さそうな感じがします。 で、背中から見るとこのようになっておりますよと、ところどころにあるね、シルバーの塗装は非常に細かく綺麗じゃないでしょうかと。いやー、全体的にね、細長いですね。関節とかも小さいので、破損だけはちょっと気をつけたいところであります。ということで、SH フィギュアーズのメインフィラス星人新ウルトラマン細かく見ていきました。まあね、劇中 CG イメージ通りなんじゃないですかね。もう全然違和感ないですよね。この細長ボディがね、今回の メフィラスの特徴ですからね元のメフィラスはねとてもグラマラスなねボディをしてるんですけどもそこから全然ねもうスタイルアップしすぎなねメフィラス成人をしっかり造形しておりますねマジでねこの顔のところとかはねかなり造形詰まってて塗装も綺麗だからここのね付き合いの入れようはさすがだなと思いますということで可動範囲見ておきましょう首はですねこんな感じで左右に振ることもできるようになっておりますねまあちょっと浮き上がるんですよ 前後も意外と、あれだね、上の方にちょっと置こうか。ま、感触的にね、ボールジョイントだと思います。で、肩アーマーなんですけども、しっかり90度上がりますよと。回転も、 で、きるよとでこの肩パーツがね、若干取りやすいんですよね。何回かね、ポンって飛んでいきましたよと。で、腰の回転はここは柔軟です。で、開脚、いいですね。トゲトゲでもしっかりと開くことができるし、膝も曲がるよと。この、せり出してくる膝のパーツもしっかりトゲトゲですね。設置性もある程度あります。ということって、それなりに動かせそうなメフィラスにはなってます。 マジで手首パーツにこんなに塗装入ってんの、メフィラス星人ぐらいじゃないですかね。シルバーと赤いラインっすからね。しかもこの小ささでよく頑張ってるなと思いますよ。こんな感じで握手を求めるメフィラスでございますけども、詐欺師という感じが非常に似合ってるキャラクターですからね。山本浩二さんが演じることでね、より詐欺師感が出てめっちゃいいんですよ。はい、比較でございますよと、こちら SH フィギュアーズのウルトラマン、新ウルトラマン版でございます。メフィラスと並べるとほぼサイズ感も一緒ですし、 足の長ささとか細さもか細もなりり似通っておりますねこの世界の宇宙人基本これがねベースのスタイルなのかなじゃあもまあでも異形な存在っていう感じがしてねいいですよねいややっと揃いましたねこの下にねバトルシーンも再現できるようになりましたよまあこれと参考までにこのマフェックスの新ウルトラマンを並べるとこのようになりましてさすがにアーツとだとねサイズ感が違いますね絡ませるの難しいかなっていう感じはすると で、フィラス出るのかはちょっと何となも言えないねでこちらはね、手がね、こんな感じで、二つに分かれた状態を再現できる手首パーツとなっておりますよとね、気持ち悪いですね。中のね、赤いね、塗装とかもしっかりされております。こっちのシルバーもね、塗装されてますよね。で、しかもちゃんと左右手首パーツ属しておりますよと。で、このね、二股に分かれた手首パーツでございますけども、 すすごいいよよねねこれ意味がわかんないですよね実際はね、一つの手が二股に分かれているんじゃなくて、もともとこういう手で普段は重ね合わせているらしいというね、めちゃ手汗とかすごそうですよね。いや、マジで意味分からんよな、これ。気持ち悪い。何をするための手なんですかね。ちょっと指のね、手つきとかエロいですからね。メフィラスといえばな、このベーターボックス点火器を持った手首パーツも属しております。めちゃくちゃ細かいですね。塗装もされておりますし、先端がね、本当に に細いのでこれはマジで破損しないように気をつけたいね本当に簡単にいっちゃいそうですよねいやでもこのサイズ感で再現してるのはかなりすごいでこれはベーターボックスでございますねめちゃうんこちっちゃいんですよねポーンって飛んでいきそうな感じがしますけど模造系はしっかりされてますねさすがに中の赤い玉とかはないですけどもまあイメージ通りかなと思いますねあ赤い玉はあれ開いた時かでこれはベーターボックスをキャッチした時のウルトラマンの右 手首がうくしております、まあ、ベータカプセル点火器持たせてみましたといやちっちゃいんだよなマジでこれすごいよなてかメフィルス星人になって てててていいる状態ででこれって使っ使たかかどうか覚えてないんですよね普通に山本浩二の状態でね、やってた気がするので、まあ、どうせなら SH フィギュア2山本浩二とか出してくれればね、その辺も楽しめるんじゃないかなと思いますよね。はい、手首パーツ使えば、ベーターボックスをキャッチするね、ウルトラマン再現できますと、いや、かなり小さいですけども、このシーン再現できるのは嬉しいですね。ただね、これね、手首パーツね、なんかぐらぐらするんですよね。サイズ てないような気がするんですけどねボールジョイントの外れることはないんですけどもなんかバンダイにしたらちょっと珍しい感じがするけどねどうしちゃったんだろう こちらはミフィラスのビームエフェクトでございますと、これもまたね、ギザギザしててね、非常に細かいパーツになっているので、破損はマジで注意していきたいところです。はい、このビームエフェクトも使ってみましたよと、長いですね、これね。でも結構迫力出るから、これかなり好きかもしんない。で、今更気づいたんだけど、この手首パーツの赤いラインが黄色くなってるんですね。これは知らなかったな。いや、かなりゲーコマなとこまで再現 ししてるなメフィラスのの力の入れようす,ごすぎでしょはい、このメイフィラスとウルトラマンの蹴りのつばぜり合いみたいなのもね、再現できました。もううまいことやりましたけどね。これ二人で支え合ってバランス取ってますからね <laughs>。こうやると。あ、でもちょっと頑張ってる。お、頑張って。あ、ダメだ。で、ウルトラマンとスペシウム光線のつばぜり合いみたいなしているメイフィラスでございます。いや結構このメイフィラス強かったですよね。スペシウム光線普通に放ってウルトラマン圧倒しようとしていたので、かなりね、 い,いだったんじゃないかなと思いますねちゃんと最後まで戦って欲しかったところではありますけども何らかの理由で撤退しましたちなみにこんな感じで立たせればウルトラマンのトイレの匂いが全くないことに驚いたメイフィラス星人みたいなこともできますねまあ、ご存知の通り絶空調の CM ですけども <laughs> いやこういう遊びもできますねあの曲も TM レボリューションの替え歌なのでフィギュアー図の TM レボリューション買っときゃよかったなもうなんか並べたくなりました仮面ライダー1 型のフィギュアやつでございます同じ山本浩二さんがね変身しているもの同士でございます硬いや正義の味方堅いや悪いやつというねいや仮面ライダーとウルトラマンどっちにも出てくれてんの嬉しいっすよねあと戦隊も出てくれたらね三大特撮制覇しますからねもちろんゴジラガメラとかにも出てほしいけどね ということで、S1 フィギュアーズメフィラス製人心ウルトラマン番号ね、見ていきましたと、劇中の CG で再現されたメフィラスのスタイルよく再現していたと思いますね。不気味な雰囲気とかも非常にイメージ通りですし、特に顔周りの造形塗装がね、非常に細かいですね。ここは頑張ってるなと思いましたと。で、手首パーツもね、小さいながらしっかり塗装されていて、この辺のね、表現もね、非常に素晴らしいものじゃないかなと思いました。地味に付属品もね、エフェクト とパーツあたりだとか、ベーターボックス点火器にベーターボックスも属するので、結構充実してるんですよね。今回のメフィラス。いや、徐々にね、新ウルドラマの世界観を再現できるようなね。キャラクターだったり、アイテムが発売してきてくれてるので、まあ、お次出すとしたらね。ザラブ星ジもおしけのなー。背中の透明なボディとか再現するの大変そう。とりあえずゼットンはね、来る予定なので、非常に楽しみですし。海洋堂からはなぜか巨大化したアサミスタチューミフィギュアみたいな。 もう発売するらしいのでそれサイズ感とかもも気になるけどもいい感じだったら買ってみようかなと思います。ということで、僕のチャンネルではこれ以外にもウルトラマン系のフィギュアのレビューしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではゆとびでした。ありがとうございます。